ファイアレッドのファイアって何です。今日なんですけども、箱根駅伝の当日変更問題についてちょっとお話ししたいと思います。私ファイアレッドのファイアって何はですね、当日変更なんと2回も食らっております。2回も食らっております。2回食らってる選手ってあまりいないんじゃないでしょうか。1年生の時が1区、4年生の時が7区はもうあらかじめ違う選手が走るって決まっていたんですけれども、1区は本当に走る予定でした。当日の朝ですね、シュムの横田先輩、当時の僕の高校の先輩が大学でもそのまま先輩の方がシュムをやってたんですけども、やっぱりお前今日つかないわ、電話を朝もらって、目の前がですね銀色の景色になったのを覚えております。で、もうすぐ箱根駅伝、その時期が近づいてきますね。1月2日3日、本番当日を迎える前に、選手たちは僕と同じようなドキドキの時間を過ごしているのでは、ないでしょうか。エントリーは29日になります。この当日選考、何のためにあるかということなんですけれども、一応形式上表向きな理由としては、エントリーが29日なんで、往路までが中3日、復路までが4日間あるんですね。で、そんなに期間が空く大会って他にないんですよ。他のスポーツだと分からないんですけど、駅伝、マラソン、陸上、短距離、長距離、中距離だと、中4日も空くエントリーからなんていうのはないです。で、その結構空いた時間の中で、風邪をひいたり、体調を崩したり、などの想定外のことが起こった時に対処するためというメディカルな要素が多いです。でも一番の理由は、他の大学さんに戦略を読まれたくないこと。明らかな大エースが補欠に回って、本気この子名前聞かなかったかなっていうような子が塾間の中に入ってたりするんですよね。で、1月の2日にその大エースがですね、ババーンとそのこと変わって、当日びっくりさせるサプライズ大作戦みたいな感じで使われることが結構多いです。で、この当日変更問題について最近ネット上で問題になってます。これはもう嬉しいことですね。すごい選手ファーストな時代になったなと思うんですけど、話の内容的には、選手がかわいそうじゃないか、よっぽどの体調不良じゃない限り当日選考なんてさすなと、本来メディカルなことに使われることを戦術に使うなんて不謹慎だ、当日その家族とか箱根まで応援に来てくれるじゃないですか、その応援に来てくれた人がすごいかわいそうじゃないかと、横断幕を持って息子の晴れ姿を見に行ったら、実際ベンチウォーマーを着て横でね、補助員をしてた、付き添いをしてた、家族かわいそうだと、そういう風潮に最近なってきております。選手ファーストすごいありがたいですが、実際2回ですよ、2回外された僕が今思うこと、当日変更是か非か、ありだと思います。今僕がやってる仕事はランニングコーチ。これから鍼灸師の免許取って、取れるかどうか分かんないけど、アスレチックトレーナーの資格も取って、僕はずっと選手をサポートしていきたい。今度はコーチングする側でやっていきたいっていう思いがあります。多分一生やっていくでしょう。もしこれがそのまま箱根を走って、当時大迫さんがね、14分フラットぐらいで行っても、あんなもうボッコボコですもん。スグルさんにボコボコマウントでボコボコにされて、区間18、19ビリーとかで、そんな選手が実業団まで行って、ずっと陸上を続けますか。あの時箱根を走っていたら、今僕はまだ走ってなかったと思うんですよね。あの時ですね、もう悔しい、本当に悔しい、悔し涙ってあの時初めて流しました。今大迫さんのコーチトレーナーをしている五味先生っているんですけど、水道橋のすごいいいホテルでなんか報告会みたいなのをするんですよ。で、五味先生のところまで行って、白ワイン片手にベロベロでもう泣きながら、箱根駅伝を走れなくてよかったと思うような人生を送りますって言ったんですよね。で、あのままちょいちょいの成果を残して、まあ、ちょいちょいの、まあ、実業団生活、ちょいちょいの記録だったら、俺は多分もう続けてないんですよね。全く続けてないんですよ。本来学生スポーツの本質ってそういうものじゃないですか。くそー、悔しい、負けてたまるかーっていう、大人になってからガチで痛い目に遭う、辛いこと、悔しいこと、苦しいことをちゃんとしたルールの下で疑似体験させる、これが学生ルールの本質だと思うんですよ。選手ファーストありがたいんですけど、過保護にしすぎるとそこの本質が薄れていくと思います。当日変更をなくしてしまう、言い渡された選手がかわいそうだからとか、もう外されるのに応援に来てくれた家族に申し訳ないだとか、そういうなんかかわいそうとか申し訳ないっていうところにフォーカスが当たっていったら、どん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 ぬるくなっていくと思うんですよね。
で、ぬるくなってくと面白みも薄れると思います。そこでやっぱドラマが生まれるんじゃないですか。本当に当日選考って悪いことですかね。その環境をね、甘くしちゃダメだと思う。当日選考というルールのおかげで誰かが得をするんだったらダメだと思う。レースに関係ない、監督も選手も関係ない、それを司る大きな何かのところにでっでっ金が入ってくるみたいな感じだったらダメだと思うんですけど、もともとある昔からあるルールの中で戦いですから、そこに優しいヒューマニズムはいらないと思います。かわいそうとか申し訳ないとか、なんか交通費がとかね、往復の交通費がとか、選手の一生を台無しにする、その一生にするかどうかそいつ次第だから大きなお世話なんですよ。そういう理由はチープな言葉ですけど、今生まれようとしている筋書きのないドラマをぶっ壊して、筋書きのないドラマの筋をぶっ壊している。もうね、7年ですよ、7年。中学校、じゃあ中学で言ったら10年か、10年ですよ、10年。いや、7年でいいや、もう7年。7年間ですよ。高校 1,2,3、大学 1,2,3 の花の大学生、10代後半という時代を全部注いできて、で、結局一回も箱根を走れなくて、で、最後コーチに言われたのが、この経験は一生の財産になるから、いらん、一生の財産いらん。箱根駅伝走ったっていう称号が欲しい、俺は。7年ですよ、7年。医師免許でも6年ですよ。7年の時間をかけて、一生の財産。いらん。箱根駅伝走ったっていう証がもう欲しかった、俺は。本当にそんだけ悔しかったし、あの時当日選考された時死ぬほど悔しかったから、その反動で今があります。陸上で飯を食っていくって腹をくくりました。で、嫁、子供を食わすどころか、孫を大学まで通わしてやる。そういう材料をくれたいいルールなんです、あれは。で、そういうやつって結構今。で、今から紹介するやつは、当日変更ではないんですが、もう当時、出走濃厚と言われてて、で、結局、走ることができなくて、もう悔しすぎて、大学を突然バッてやめたやつなんです。そんな彼が今何をしているのか、VTR で紹介してみたいと思います。こんにちは。勝也と大学時代に一緒に競技をやっていた三田と申します。まあ、僕自身も、大学の途中で競技をやめているんですよね。そういうのもあって、どのような4年間を過ごすか、どのようにして箱根駅伝っていう目標に向かって生活を送っていくかって、こういうのが重要なのかなって僕は思います。そういう4年間を送って社会人になった時に誇りを持って学生時代のことを言えるか、または旧友と久々に会った時にそういう昔の熱い競技の話をできれば、多分その日が来たら箱根駅伝に出てなくても、ね、多分それは人生ちょっとプラスなんだなって思います。彼は今大学でコーチをやってるんですよ。それも箱根駅伝出場をかけて目指して頑張っている新しいチームで頑張ってるんですよ。まさか彼がねコーチをやってるって聞いた時はみんなびっくりしたんですけど、もし板がね箱根をちょろっと走ってたら絶対に今の仕事はやってなかったと思う。あの時の悔しい思いが今の彼なんだと思います。悔しい思いって今後の人生、その後の人生の巻きなんですよ。頑張る日があって、それに巻きをくべる、もう巻きなんですよ、材料なんですよ。それのおかげで人生変わったやつって結構いると思うんだよ。それは実際に当日選考を食らったものにしかわからない。実際に食らった人間の意見を言います。当日選考はありです。目の前が銀色になるぐらい悔しかったけど、悔しい思いっていうのは大事です。時には残酷さも必要です。あんまり過保護にしすぎちゃうとダメです。賛否両論ありますが、選手のその時だけを見ないで、その後30歳、40歳、おっさんになった時の選手の今後、未来もずっと含めて、箱根駅伝として見てやってあげてください。その時は、悔しいかもしれませんが、当日選考された選手の人生に、大きなね、宝物になるんじゃないでしょうか。あの時のコーチの言葉が、やっと分かったような、気がします。イランみたいな時は言ったけどね。はい、さあそんなドキドキの3日間か、そうです。2020年の箱根駅伝を走られる選手の皆さん、走る人も走らない人も頑張ってください。